どうもこんにちは、なっちでございます。今回はですね、チャレンジダンジョンレベル9に行ってみようと思います。回復なしっていうのがね、なかなかね気になりますね。まあ、最近の回復なしって、その割合とかしてくるように見せかけて追い打ち組めねえけどどうするみたいなパターンが多いんで、まあ、今回その追い打ちが組めねえけどどうするパターンを信じていきます。割合系だったらこのパーティーめちゃくちゃ弱いんで、ちょっと怖いですがやってみようと思います。木が1個割合です。おい、待って、木が1個の時点でやばいやん。待て、これはどうなるんでしょうか。私には見当がつきません。木がもちろん降って来そうで降ってくる。倒していく。この次先生あったら許さんよ、マジ。うんちゲームじゃん。やば。うんちゲームだこれ。1階からヘラ出てくる波の絶望感ありますねこれ。となるとどうしたらいいんだ。グングニル詰めまくってみます。一旦グングニル作戦でいきましょうか。ゼラチンのこの辺外して、でもなんならおでドラもグングニルしちゃって、うまい棒でもいいか。うまい棒でいくか。なんならよし、リベンジいきましょう。待って、何あいつ、おい、いやレアって書いてるやつやべえぞ。いや、やべえぞ。回復なしであいつ出すの。やっぱさ、9の方がむずいよね、このゲームって。あえてここ倒さずにさ、自動回復入れてこうぜ。なんか昔からそうでしたけど、実は9の方がむずいみたいな、ありますよね、いつも。あ、でもまた割合来ちゃうんだ。で、ここもう一回通常みたいに作るんで、だよね。おでっとこう。うまい棒とは一体。なんかもうあいつが見えた時点でこのパーティーはダメだなってのが今分かっちゃった感があるんで、どうしようって感じですね。エンドラも欲しいかって感じ。まあ、ここは倒して、マキナも受けれますけど、光の落ち込み来たらやばいし、おった石だもんね。で、回復ないからこいつは先制確定でしょ。光降ってこんように消して、まあ回復ないから降ってくるわな、多少は。木に変わる。木を作る。光が欠損する。こっちとしては嬉しい展開なんだが。日の三葉がボスを務めていたらまだワンチャンありますかね。まだね。光降ってこない、素晴らしい。倒していく。いいぞ、今んとこいいぞ。木が1個だけど先乱れ。あ、降ってくるんだ回復。何なんだよ、回復なしじゃねえのかよ。まあブラキオスのねアイコンもありましたからね。まあ、これが嬉しいのか迷惑なのかはさておき、あー嬉しいは嬉しいかも。でも欠損はしていくよね。回復ないことによって落ち込みもいい感じだったところが、そんな回復もしない回復降ってくるせいで欠損が発生すると、でお邪魔になると、もはや敵ですね。回復ドロップはね、ゼラ使った時だけでいいんだよ回復あんのは。よし、出てくんなよ、まだヒドミツハさん、頼むよ。あと何回、あと2回か。出てきましたね。まあでもブラキオスが回復を落としてくれたことによってね、これ多少は相殺されてるんではないかっていう疑惑浮上。ボトボト降ってくるとは思えない。あー想像以上ではあったな。
バカ野郎、バカでしょそれは。今もゼラチン使ってフィニッシュかなと思ったら、その行為は凄まじいね。うまい棒で耐えれるかな。これはいらないよ。なんかそんなセリフ言うやついなかった、他にも。ワンちゃん耐えれそうじゃね。うまい棒、うまい棒。23,000、次だんだんだん来るよね多分。それは耐えるんだ、なんとか。次が耐えれん。あと一旦耐えればいいのに、ここが耐えれる自信がない。でも変にコンボすると毒がボチョボチョってなっちゃうね。いけそうなのに。誰だよこいつ、こいつ何なんだ早く転生しろ。ダメ元で消してみよう。危ない危ないけど、どうだ。ダメか。なんかいけそうだな、いけそうで悔しいなこれ。全部うまい棒は無理だから、バギー以外アルテミスにぐんぐんいる。無意地でもエンドラとか使わんよ。結局ここはオレを使った方がいいんだろうね。これで終わりとか言ってきた。でここがダメだよね、やっぱり。あと4か。ただ今回自動回復増えましたし、体力にも余裕があるんで、守りを固める。なんかやたら解説してくれますよねこいつね、自分の行為をね。攻めつつ守りを固める、言ってんのか分かんないけど、誰かが実況してんのか分かんないけど。よし、じゃあこっちは突破させてもらう。お別れです。一応ターリスは取っとこうか、何があるか分かんないんで。てか無効貫通組めばよかったやん。なんであんな組み方した、今。なんで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 。ねえ、コンテかけや。じゃあ何が違うのその行為は。待って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 、何こいつ、なやばい生命体がいる。ちょ、やばい生命体うざいな。じゃあ超追い打ち欲しいでしょこれ。待って、あいつの割合がうんこすぎる。あいつの最後の割合がうんこすぎる、マジ。どうしたらいいこれ。何の無言の先生あれ。何をしたらあいつ先生じゃないことしてくる。なんか喋ってないってことはきっと何かできなかったから先生してるんだよね。予想ができんもんな、そんなんな。なんかのバインドだったり多分するんでしょうけど、何のバインドかがわからんしな。火のバインドとかだったらね、やばいしね。なんか普通にありそうだし。うんちだな、うざいなうざいなうざいな、このダンジョン。バギーたまる。でゼラがあと2ターンだから。あ、いた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 い、あ、いた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 、バカ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 。おい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 、マジでマジでマジで。ここで欠損していくが、アルテミスがあるんで遅延次第ではありますが、はい、下がっていきました。ゼラが溜まってるんだ。でもなんか暗闇とか来た気がするんだよねここね。やばいよねそれは。わあ、どうしよう。ゼラ使っとく？ゼラ使って突破。いやーここの欠損はちょっと想定外ですね。絶対この暗闇やろ、こう来るやつ。
絶対それするやろあいつ。2だもんな。ゼラ使っとくか。ゼラ使って突破しちゃうか。しゃあないっすわ。グダってこいつに負けんのムカつくからね。毒振ってこなかったことには感謝です。いやドロップしなくていいんだよ。いやでもいけそうじゃない。いやでも今回いけそうじゃない。オデドラあと2ターン溜まるからバギー張って、いやでもそうか、この毒を消さないといけないのか。それはまずいな。結局突破にはゼラが欲しいか。はい、痛い。ゼラで突破して、でも回復降ってこないんでしょ。でペルセウスなんか根性あったよね。うわー、結局じゃああそこでゼラ使ったのはもう失敗だったのね。そういうことね。あと12ターン耐久はずかに厳しいよね。いけなくないかもしれんけど、どうだろう、毒が降ってくるか来ないかみたいなとこあるよね。やめろ落ち込ん、いらないよ、いらないよ。からのオデドラを使うタイミングを考えればワンチャンあるねえ。いらないよじゃなくて、そういう作戦、まさかのそういう作戦説あるよね。こうか。やばい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 、どう考えてもやばい。これはペルセウスで耐久できることにかけるってのもありっちゃありですけど、とりあえずオーデ使うわ。とりあえずオーデ使って、もうやべえってなったらゼラチン使います。実際もうやばいんですけどね。ねえマジ、そのこれはいらないよ、やめろ。俺にとってはいるんだよ。はい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 、大丈夫ね。やばい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 、誰が見てもやばいと思うよこの状況。そこに来るんだもんな、ちゃんとちゃんと真ん中だもんな。分かってるよねやっぱり。すごい AI が搭載されております。なんならこれ毒の目覚め消せるまであるよ、この調子でいったら。よし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 、やつも頭が混乱してきたか。サマソが入ります。あ、グングニルでした、自分がつけたんでした。いいね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 、ついに我々に勝利が来るのか。はい、そこ来た、素晴らしい。もう拍手拍手喝采。なんでちょうど来る、しかもたまるじゃん、目覚め消えてるじゃん。オデドラどうせなら貯めていきたいよな、何があるかわからんで。オデドラ貯めていきます。これたまるもんね次ね。あぶねあぶね、うまい棒たまるとこやった。ただ待て、バギー使えないと意味ないでしょ。でじゅわっとジンジャーエールが溜まってしまうってことは結局積んだってこと。これそうだよね、そうだよね。ジンジャーエールは 10% 回復、時が止まる。ふざけんなふざけんなマジで。せっかく耐えたのにまたこれ、またこれじゃん。忘れてたよ完全にバギーのタイミングを。だってここで突破したらまたやつのね、謎の先生によって負けるわけでしょ。はぁはぁだなこれ。いいわもう、とりあえず突破するわ。24000、次は耐えれるとしてももうどうしようもない、どうしようもない。オデ使ってゼラチン使います。でバギーも使います。
おい、何がしたいんだマジ。お前ら、お前らも嫌なのかも。正直辛くなってきたか。そんなジーンなかなか見ないぞ。でこれで、はいはいですよね。もうちょっと盤面良かったら回復残すとかもできたかもしれませんが、そんなことを言ってる場合ではなかったと。遅延が欲しいです。遅延が、遅延していただけませんか。どうにか一回、なんか一回上行くまずに様子見るわ。こいつの根性剥がすっていう作戦に出たいと思います。8コンボ組めと。しかもどうやら死にたいようですね。こんなに生成するってことは回復作らんかな。一応こいつも回復を作るキャラクターですから、元がなんかワンチャンないかなって思ってしまうんですけど、さあどうだ。おお、結構減ったよ。盾を張る。火力が 1.5 倍に増えました。ぐんぐんにてで回復をします。でジンジャーエルで時を止めて、待って、根性ない。待って待って待って、もう根性なくなっとるやん、あいつ。ジンジャーエル、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 帰って組みにくい。倒せ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 。いったいったいった、イエスイエス。勘弁してくれよな、マジ。はい、ということで、まあ意地でしたね、もうね。あの人を使えばね、すぐね、勝てることは分かってるんですけど、なんかもうさ、あれ使ったらもう勝てるじゃん、そりゃ。そりゃ勝てるから、なんか違うなって思ってしまったんですね。まあなんとかなる場合もあるっていうダンジョンでした。まあ基本的には黒よりをおすすめします。以上、ナッチでございました。バイバイ。